じゃあいきます、プチペあひなこイムポンタ略してプチヒラフレーズ、プチヒラフレーズ、プチヒラフレーズ。はい、ということで今回も百爆クラフトパート6か、もうおお、あと94パートやったら全部爆発する言うな言うな。ということでパート、まあ、6日目やっていきたいと思います。ということで今日やることの発表お願いします、ひなこ先生。はい、注目。はいはい、はい、私には欲しいものがある。富名声力からなんだまたかまたかなんか始まったよ、またなんか始まったな。正解は鉄ですね。あ、まあ確かに鉄結構今何個あるんだ。あれでも結構取んなかったっけこの間。いや取ってまた使うから、ほらもう47個しかない。そうなんです、あんなに頑張ったのにもう47個しかないんです。ほんとだ、全然ない。じゃあ鉄また掘りに行くんすか。いや違いますよ、座ってくださいよ。はいはい、こっち向けお前さあ、マイクラサバイバル基本の木ゴーレムトラップを本日は作りたいと思います。大変だそれは。ただし、ただのゴーレムトラップではありません。なんと村人増殖機も兼ね備え、さらに村人式自動人参畑も兼ね備えた装置を作ろうと思っています。お、人参確定なんだ。そうなの、だからちょっと大事な話があるんだけどね、人参見つけるまで作り始めらんないんだ。そうだよ、誰かこの中に人参を食ったやつがいる人参を見つけるまでまず作り始めることができないし、さらにガラスが足りません。なので砂を掘らなきゃいけない。そしてここからね、100マスくらいバーって遠くにしないと村の判定がおかしくなっちゃうんで、橋に使う白樺もたくさん必要なので、今日は3つに分けようと思います。分担作業ってことっすね。そう、掘り班、人参探し班、砂掘り班の3つです。わかりましたか。はい、わかりました、わかりました。この生活はみんなで作ったすべてのものをパート100で必ず爆発させる、その名も百爆クラフト。では3人でどうぞ。じゃあ人参探す。じゃあ掘ってこよう。え、じゃあ俺木こり。え、ひなこは何やるんですか。あ、そう、お前何やる。いや、3人に分かれて私やることないから待って。現場監督ぐらいやれまあまあ準備しとくよ、ここでいろんなもの使うからね。あ、で、まず、はい、砂掘り班、はい、シャベルいっぱいあるんでどうぞ。差がめっちゃあるじゃん、ここにめちゃくちゃある。でも砂がね、ほら1スタックと33個しかないの。あ、ほんとだ、砂はこれなんか砂岩作りすぎた。砂岩作りすぎやろ。でも砂岩もめっちゃ使うからもしかしたら足りないかもしれない。なるほど、じゃあ頑張って。あとね、土めっちゃ使うんだ、ごめん。じゃあ土もよろしく。土と砂か。土もよろしくね。はい、さあ、じゃあ人参班はどうぞ行ってください。よし、人参取ってくる。あれ、人参確か最初船で見つけたよね、沈没船で。そうだから、この辺沈没船何個かあるから。あ、1個見っけ、あれ行ってこよう。起きます。うわ、沈没船めっちゃ見やすいかも、いっぱいあるかもしれない。え、じゃあなんか1個くらいはありそうだね。いや、80個ぐらいあるやろ。80個ぐらい。え、そしたらありがたいな。だって人参1個あったところでさ、増殖するとこから始めなきゃだからさあ、そっか。よし、待って、沈没船たどり着いた。チェスト開けるね。はい、あー、これ違う、前回来たところだ。おい、バカ、何やってんの何も入ってないわ。え、誰これ、中途半端に見たやつ。ここにチェストあるけど普通に中身入ってるの。え、あ、鍛冶型がね2つ。あ、またあの脱出せやつか。あー、ゴミか。せっかく見つけたのからゴミっていうのやめなさい。ゴミだな。ゴミでしょう。じゃあこの鍛冶型全部俺のね。やった、うざ、なんか。え、これキコリスンの白樺だけでいいの。いや、どうせなら全部やってよ。あー、わかりました、じゃあ全部掘りますめっちゃ嫌そう。よし、白樺まだ、まだ終わんないの。いや、まだだよ、今掘り始めたばっかだもん。あ、でも結構あるね、もう白樺。あ、チェストの中入ってる。入ってる入ってる。じゃあ、キコリはすぐ終わりそうだな。人参組は。あ、沈没船もう一個見つけやした。おい、ナイス。おい、ナイス。え、これなんか沈没船なのか、これボートにしか見えないんだけど。え、お前ちゃんと沈没船探せよ。探してる探してる。なんか半分しかない。え、これチェストある？あ、ある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 。はい、うえぇ、ー、人参10個。ナイス、天才、早っ、強っ。
あとなんかいろいろ入ってた、かぼちゃとか入ってた、ちょっと全部取るわ。あ、じゃあ人参飯終わりじゃん。よし、え、もう10個もあれば余裕っすか。まああればあるだけいいけど。いつあるよ、これ回収すればいいの。は？何言ってんのお前。え？増やすんでしょいいよいいよ、他のことやれ、他のこと。簡単やからお前これに手伝う要素なんてあるかお前。あ、じゃあ言います。1回で51人参になった。え、植えまくって、それ村人のインベントリーには何スタックか渡したいから。あー、なるほどね、パンパンにさせなきゃいけないのか。そう、あの子作りもしてもらうからさ。なんかあいつらなんか食欲満たされないと子供作ってくれないんだよ。お盛んですね。あ、ポンちゃん殺さないで。え、ゾンビ必要なんだじゃあポンちゃん荷物預けてゾンビ一匹連れてくる人やって。まだ土取ってないんですけど。あ、じゃあ土はやっとくよ、夜の間しかゾンビ取れないから。あ、オッケーです。そうだぞお前、急げ。あ、もう朝になる、やばい、朝になる、早く早く、やばいやばいやばい、急ぎます。で、ね、イムさんこれ作った？白樺のハーフブロック6スタック作りましたよ。5って言う、あれ、なん、私なんて言ったっけ。え、6スタックって言ってなかったっけ。6って言ってないよ多分こっちに向かって、あそこに向かってバーって、こう3列でいい、あの一番長いところまで。そう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 、ここ3列伸ばしといて。オッケー。ペイさんどう？今もう人参3スタックぐらいあるよ。ポンちゃん、はい、タイムアップ。え、あ、本当だ、朝になってる。あ、もう朝だ。タイムアップ、お疲れです。うっさー。さあ、じゃあ土掘り職人でお願いします。はい、橋できたよ。オッケー、天才。え、ちなみに何個余ったハーフ。3スタックと59個余ってるいらないじゃん、6スタックも8スタックと17個の人参。あ、もっといける？もっといけるぜ、多分もう倍ぐらいいける。ナイス。あ、あって何？え、大丈夫？何した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 ？何もしない何もしない何もしないよ。あ、なんかここ耕した跡あるぞ。あー、畑破壊してるこの人。おいおい。あ、たまにそうなるんだよ、たまにそうなるんだよ、マイクラって。知らないでしょ、お前初心者だから。本当これ、たまにこうなるの？たまにそうなるんだよ、水不足で。あ、じゃあ違うか。まだコップあるの？え、大量にありますよ、まだ。え、すごくない？いや、もうずっと放置しとったからな、コップン。めっちゃ大量じゃん。お前暇なら手伝えじゃん、コップン。はい。え、だってさっき手伝うなっつったじゃん。さっきは別にいらなかった。いやさっきはさっき、今は今。なんなんだこいつ昆布、昆布、イム、昆布パーティーしに行こう、一緒に。オッケー、じゃあプチ、はい、あげる。あ、コップン置いといて。昆布取ろう。ちょっと水流エレベーター作るからね、昆布探しに行くぞ。行こう。ちょっと乗せてよめあ、なに？バラバラの方がいいじゃん、絶対。え、あ、バラバラに取りに行く？そりゃそうでしょ、なんで一緒に行くんだよ。あいつカマチュアからな。ポンちゃん見てみろよ、一人で一生砂掘ってくれてるのねえ、この辺さ、昆布なくね？え、ないの？あったかい海だからってこと？あー、かもね、3号礁しかないかも。ポンちゃん、昆布見た？いや、見てないです。ワカメならあるんだけどな。ワカメでいいんじゃないですか。ワカメはないだろ見たことある？マイカラでワカメっていうやつ。あれ別のゲームか。あ、あっちの方海の色違くね。ありそう、昆布。あ、見えた、あれ昆布だな。昆布見つけました。天才、ナイス。ちなみにポンちゃんが行った方です。え、あるやんけお前あれ、ポンちゃん嘘しかつかないから。え、いつも普段嘘ついてるみたいな、それやめてください。そういう、この間急にひなこさん聞いてください、僕家買ったんですよって、わけわかんない嘘つかれた言ってねえよやめてっしょ、虚言癖にすんの。いや俺も言われたもん、なんかこの壺めっちゃ買ったらお金持ちになれるんすよやばい人、やばいじゃん。あ、だからプッチーの家行った時壺あったんだ。かわされてる。買ってんのかよえ、昆布全くないよ。だからあったかい海にはないから、海の色変わる方に行くんだよ。いや今結構ね来てるんだけどね。海の色変わった？ちゃんと。あ、見てない全然海の色お前何しに行ってるお前もういいよ、いっぱい集めたよ私が。ありがとう。1,2,3,4、もう5スタックになる。またコップ今あと何個残ってる？到達しました。流れた最後の人参。さあ何個か数えてみよう。これ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18スタックと37個。天才ねー。すげー、ナイス。めっちゃ取ってる。えぐい量の人参だ。え、待って、ゾンビいるんだけど。確保、確保してボートに乗せて家の中に入れろ。おら乗れお前。え、それさ、あれじゃない、それいいの？え、これ
これ村人を襲えば、最悪ドラウンドでも多分大あれそいつって水の中にいないと死ぬっけ。ドラウンドって水の中にいるとダメじゃなかったっけ。あれ大丈夫だったっけ。あ、じゃあゾンビじゃなきゃダメか。この砂漠のやつはどう。ゾンビハスク、多分ハスクってやつ。ハスクね。ハスクだらけだな。もういいか、ハスクで。ダメだこれ。あ、来た。いけ。ナイス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 。あ、死ぬ。危ない。よし、交代交代。いけ。待って、これさ、水流作って上乗せたいな。あ、なるほど。俺攻撃されない。和解した。ちげえ、俺を狙ってっからね。お前頭悪すぎやろ。あ、それめっちゃいいじゃん。でも夜のうちにちゃんと屋根あるとこに運ばないとみんな燃え尽きるから気をつけて。はいはい、これで登れる。ナイス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 。あれバタ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 ってなる。あ、よし。あ、来た、ナイスー。ねえ、全然、なんか10メートルくらいで命つきそうになるんだけど。いや、ほんとそれなんだよな。よし、頑張ろう。え、なんでドラウンド入ってきてんの、中。ちょっと待って、また別の、え、でも確保じゃん。家の中でいいよ。あ、家の中でいいの。やばい、出ちゃった。あ、家の中がいい。待って、誰。あ、やばい、めっちゃ足元にスケルトンいる。おかしい。逃げて。スケルトンがなんか海中から弓撃ってくる。さあ行くぞ、レッツゴー。あぶねー。やだー、今度フグに襲われてる。めっちゃ散々な目にあってんじゃん。閉じるってポンタ、何してんだお前。何閉じるんだよ、これ。動くから早く閉じて。ここ乗っかっちゃったもん。あ、そういうこと。はい。あ、そう、上も行った。にぶち込んでね。で、部屋の中でボート乗せといてあげて。部屋の中でボート乗せればいいの。あ、そういうこと。頭よ。乗った。ナイス。何してたの。めっちゃでっかい部屋作ってた俺たち。俺ら部屋作っとった。よし、ゾンビ確保。ねえ、あのさ、砂掘り埋したところの方面に向かってきてほしい。誰が。二人とも交代交代ゾンビリレーしよう。あ、いいよ、オッケー。え、じゃあ俺連れて行かなくていい。連れてこなきゃダメだよ。ダメだよ。嘘、死ぬんだけど。もう本当に。じゃあしょうがないな。もう帰宅しよう。これ今ひなこちゃんターゲットになってんの。なってる。よし、じゃあ俺が行くぜ。やばい、火上がってきてるよ。急げ。よし、行け。レッツゴー。あ、完璧。ダメージ食らわん。おい、ありがてー。天才。ナイスナイス、これならいけるっしょ。あ、水流あっちやん。これどうする。これやばい、反対側に水流が。え、ここじゃダメなの。登らないのそいつ。あ、そっか、ドラウンドじゃないから普通に登ってくる。あ、そっか。はい、おいで。早く入って、早く。ボート持ってる誰か。今が持ってる。持ってるよ。急げ、火が。なんかドラキュラみたい。よし、ボートを準備します。ナイス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 。早く。はい。あ、間違えた。お前が乗って意味ねえだろ。間違えた。あ、オッケー。惜しい。ナイス。確保。危な。オッケー、準備完了です。皆さんお疲れ様でした。いや、疲れた。お疲れ様。まだ作ってないけどね。じゃあ下準備はある程度できました。皆さん、では制作に取り掛かりましょうか。はい。これさ、どの村人がさ、違う、どのゾンビがいいと思う。え、ドラウンドって大丈夫なんかな。ちょっと不安はある。うん、まだハスクの方がまだもう半分ゾンビやん、顔。じゃあハスクに名前つけてください。でスポーンしないように。オッケー。取ってきてくれたドラちゃんはいなくなるかもしれない。処分だ。よし、名前つけた。お、じゃあ名前つけるよ。はい、はい、どうぞ。ミスターチンピラ玉ねぎオリーブ。どういうこと。マジで意味がわからない。情報量多すぎなんだけど。いや、あの、全部変換で一番最初に出てきた単語だった。まあ、じゃあお前は今日からミスターチンピラ玉ねぎオリーブだ。よろしくな。え、なにこれ、略したらチン玉で合ってる。そう、チン玉、チン玉。チン玉、ちょっと危ないな。ミスターチン玉だ、ミスターチン玉。さあ、こっからですね、今日作るものはものすごく大変なので相当ぐだると思うんで、どうか編集で上手にやってください。おい、これ編集すんの俺なんだよな。誰だっけ編集すんの。カットしにくいだろうな。俺だよ。ここにいます。みんなに分かりやすいようにどうにかこうにか頑張ってください。まあなんとかなるよ、任せてくれよ。いや俺だよ編集すんの。ちょっと処理層からでは作っていきます。処理層。美味しそう。処理層。え、食べたい、お腹減った。いや待って、大変大変、
私準備しとくよってしたのに準備ができたら怒られるみんなに。怒るぞお前、ライン、しっかりやっとけ。お前時間たっぷりあったやろ。ほんとだよ、ハーフブロック多すぎだろ、どう考えても。痛い。チンピラやからなこいつ。ひどいよ。街行く人になんかタイマー貼ってくるから。よし、さあ行くぞ皆さん。はい。イムさん、ちゃんとハーフ持ってる？え、持ってない。持ってきます。ハーフ担当だよ。ハーフ担当やろお前。え、いつの間にハーフ担当になったの？え、口答えするの？え、怖率直な意見。じゃあイムさん、ここ、はい、ここに1個行って、はい、で、ここにもう1個行って、はい、で、ここが真ん中ね、この2マスが。ちょっと今回偶数機構なので。あ、なるほどね。で、これ含めて向こうに9、これ含めて向こうに9伸ばしてください。了解です。1、2。あ、嘘です。え嘘つくなよ急に、びっくりした。嘘ですね、これ多分ね1段下げますね。あ、なるほど。で、ここにもう1個置いて、で、こっち側がここを含めて向こうに9、ここを含めて向こうに9。お願いします。はい、ここがまず足場になります。なるほど。8、9、はい、終わりました。オッケー、これをあと2マス広げて3列にします。はい、したら、我々はこの横にこの高さでハーフブロックを置きます。はい、ルさん。うん、はい、何にすればいい？私ポンコツだからさ、壊すもの1個も持ってきてわーった、やるよ、ほら持ってくるから自分で。1個も持ってきてない、天才じゃん。引き終わったよ。え、引き終わった？お疲れさん。ちょっと待ってね、まだ。はい、遅かったね。取ってきてあげてくる。ありがとうでしょ。ありがとう。あんた痛い痛いよ、ご飯ないんだよ今全然。はい、頭おかしいのお前。あ、ありがとう。あ、違う、あんた。じゃあ皆さん、ここが処理槽になるので今から私が頑張ります。はい、頑張ってください。あれあれ今のは全然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 。あ、なんもなかった。いやいやいや、全然全然全然。こうでいいですか。ここには3つの処理槽的なものを作るんです。はい、まずここが1箇所目です。で、反対はここまた2マス開けて、ここがチェストになります。こういうことですね。 OK？ OK。 ここはゴーレムを処理するところです。あ、なるほどね。なので 1,2,3,4,5、 間5マス空いて、ここに壁です。で、こっちは人参を回収するところです。ここは 1,2,3,4 マス間開けて壁になります。 OK ですか。なるほど。で、間が 1,2,3,4,5 個空いてて、ここが村人がいっぱいなんか落下してくるところです。 OK？ 村人貯めるところか。まず一番下の層はできましたと。早っ。お、早っ。あ、ごめん、嘘だよ。あと間違えてるから、ここハーフじゃねえわ。あ、ここは普通のブロックってこと？フルってことか。ここフルですね。はい、じゃあここまでできたら次です。ホッパーを置きます。ホッパーどこに置くんですか？ホッパーはまずこのゴーレムの処理槽のところはど真ん中に置きたいので、チェストのここにつけます。で、5マス目の中の中心にホッパーがきます。 OK ですか。なるほどね。で、人参の方は一番端っこにやってくるので、人参がこっち側一番端につきますね。こうです。すごい、もう完成に近いぞ。マジ？はやっ。いや、なんとですね、あとね、多分30工程くらいやべえ、大量めっちゃあるやんけ。さあ、それはイルブロックは公開です。はい、ガラス持ってきた。あ、天才。したら、ルさん、ここガラスで埋めれる？この正面。あ、正面ここっすか？こう？正解。オッケー。正解ってあれね、当たってるって意味ね。いやいや、正解の意味は知ってるよ、さすがに。青い海の方じゃないよ。だ、そっちにならんやろ、普通。逆にそっち考える人いないだろ。ここですね、この端っこに同じように柱を立てていきます。ガラスいりますか、これ。そうなんですよ、差しいいですね。この仕切りが全部ガラスになって、一つ一つ部屋が出来上がります。なるほど。で、今回、ゴーレムはマグマでぶっ殺そうと思うんですけど、ゴーレムを殺すためのアイテムは一つも持ってきてない。今取りに行かないと。あとはこの上を湧き潰しがてらハーフで全部。はい、よし。それしてる間にマグマってありましたっけ？いや、
いや、一つ心当たりがある私には。自殺スポット、お前なんで乗ってんだよ。お前なんで乗ってんだよ。自殺スポットのこのマグマ使っていいよね。まあ、いいよそれ。オッケー、じゃあプッシャン取りに来て。はふざけんなよお前。戻ってきたのに。そしたらね、この砂岩の塀を作るんですよ。これ結構肝なんですね、今回の処理のやり方は。さあ、君たちに問題です。はいはいはい。マグマというのはどうやったら流れてっちゃいますか？え、流すと流れる。置いたら。頭悪いですね。そのまんまやったら流れちゃうでしょ。ってことは何でやったらせき止められますか？つまり看板です。そうです、正解です。さあ、そしてゴーレムの高さは何マスでしょうか？はいはい、どうぞ。3。あ、3正解です。おー、言うなよ俺せっかく。おーさあ、ということで今回はその特性を生かした処理の方法にします。まずここに塀を置きます。そしてここに看板を置きます。ここに置いて、この看板に向かって看板を設置します。こうするとなんと、どうでしょう、この塀の上にマグマを流してみてください。オッケー、任せて、いくよ。はい。あ、ちょ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 あ、違う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 、バカ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 あ、でもすごい、これ下を降りてみて、どう？あ、すごい、流れてきてない。そうなんですよ。そしてこの両端に水流を置くとどうですか？あ、絶対にそこに行くんか。あ、なるほど、すげえ。それでゴーレムの高さだと必ず死に、そしてその下のホッパーにも必ず入るというシステムの処理層です。わー、すげえ、これめっちゃやりやすそう。素晴らしいな、完璧。他にも水を引いていきましょうか。ここは人参の場所なのでね、ここに水流が来るようにしたいので、この端っこからやると、はい、ジャスト。おー、すげえ、完璧。おい、ピンタリ。ここは村人のところなんですけど、こっちに村人を来させます。高さがね、広さ的に直接置くだけだと、見て、行かないの。あ、ほんまや、届いてない。本当だ。こういう時ここに溜まってくのか。で、これで処理槽は完全に完成しました。1段目完了ってこと？はい、そうです。ナイス。そしたら次何が起こるかというと、こっから30何マス上に行きます。30何マス上、大変な作業です。じゃあ皆さん、はい、はい、ここを見てください。もともとあったここの柱あるじゃないですか、そのポンちゃんが立ってるところね、の左右とその柱の部分にブロックを置いていきます。でこれを、このチェストの高さから見て36マス上に伸ばします。36マス36。すげえ、スカイツリーより高え。お前スカイツリー何マスだと思ってんの？え、10マスくらいじゃないですか。11マスだよ。お前ふざけんなよ。そしたら、はい、ポンちゃんここの担当ね。はい。イムスここの担当。はい。よし、でこっから33マス上に登ります、みんなで。はい、じゃあまず10マス。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あ。お前バカな、お前。あとね、お前多分ね、11って言ってるけど、お前2マス上行ってない？12マスだった俺。誰が正しいこれ？多分俺。多分2人っすね。俺が合ってる。心の中で数えよう、ちょっと。多分みんなで言いながら言ったら分かんなくなる。はい、じゃあもう一回10。せーの。1、2、3。あれ、心の声。心の声で言えよ。分かんなくなるって、もう。だって心じゃ分かんないんだもん。はい、じゃあラストもう一回10か。オッケー、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10。あ、オッケー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 。で、あと 6？ あと3かな。あ、3か。別になんかね、実際多分30マスくらい空いてれば問題はないんだけど、なんかあと3上乗せで作ってたから。オッケー、あ、オッケー、あ、オッケー、あ、なんで？ちょっ、あー、水もあるのに。バカだあいつ。はい、そしたらですね、これが水流エレベーターになりますと。あ、なるほどね。なるほど。はい、ということで、まずここに水を垂らしましょうか。せーの。はい。おー、来た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 。わ、来てる。さあ、降りよう。あ、待って、あ、待って、あ、あ、すが、あ、やばい、助けて、誰か開けて。あ、やばいやばいやばい。あ、助けて、これそうだ、開けっぱになってないんだ。やばいやばいやばい。水族館、水族館。急いで戻らないと。開けてあげてるのに。開けて、助けて、助けて、助けて。
なんで戻ってきたし、もう上上がれよ。あー危ない危ない。じゃあそしたら、ここにまず土を置いて、ここに昆布を生やしていきます。そうすると確か水源になるはずなんで、昆布ドルドルドルってやっていくんだっけ。ドルル多分できなくなってなきゃできるはず。いきます。ほらー、おー、こうすると確か水源になるはずなんです。これのために昆布を取ったんです、さっき。でもなんか水流っぽくね、これ大丈夫かな。え、昆布壊してみますね。うん、これ壊してここにソウルサンドを置いて上まで上がれたら成功です。やってみます。さあ緊張の瞬間。はい、おー、おー、行けたー、やったー。おい、せっかく今戻ったのに、今俺さあ、水冷エレベーターやったことない人。はい、あ、さあ、じゃあ水冷エレベーターやったことない人たち、みんなで一緒に行こうか。どうぞ。やったー、じゃあ行くぜ。おい、おー、すげー、めっちゃ早いっしょ。おー、早ー、早い。うー、ちょっと待って、危ねえ。危ねえ、今回は死ななかった。あー、危ない、あー、痛っ、危ねえ。マグマに落ちちゃった。戦いね、これやろ。あー、やばい、危ない。あー、あー、やばい。じゃあこれである程度のその土台部分ができました。まだ土台なんです、これでも。あ、これ土台なんだ。これどうした？これよし、じゃあ上での作業だ。こっからは命がけだぞ。命綱はないが。え、怖。大丈夫だよね、できるよね。あ、はい、できます。はい、やります。あー、ソルティライチ、うま。え、何？おい、聞いとけよ。 なんで何飲んどね。さあ、上に上がろうか。もうこっからあれだよ、ちゃんとなんか殴ったりしないで真面目にやるんだよ。二人ともさっきから遊んでばっかだから。いや、お前でしょ、一番殴ってたの。落とされてんだよな、ずっと。お前、人に向かってお前って言っちゃいけないんだよ。じゃあ、あなた様。あなた。どこの国の人。さあ、ここで注意点第1。ここら辺にゴーレムが湧いちゃうんです。ここがフルブロックだと。あ、そうなんだ。なるほど。ということで、ガラスにします。まずガラスにする箇所はここ。あ、大変、やばい、マグマ消えた。マグマ、お、やばいやばいやばい。さあ、どうなる。耐えて、オッケー。危ない、危ない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 。で、この左右と今イムの立ってるところをガラスにするんですけど、先にこっちの足を広げますね。ちょっと人多いんで。はい、お願いします。こっから先はゴーレムが湧く恐れのある範囲は全部不透過ブロック、ガラスだったりとか、あとハーフの下付きだったりとかでするっていうのを心がけてやってください、作る人がいたら。はい、まずこの足場をこの水流エレベーターのこの背面のここをガラスに変えて、こっから 1,2,3 マスで、さらにここ含めて 1,2,3,4,5 マスにします。ここは何になるかというと、村人を増殖するためのベッドを置く場所です。あー、なるほど。で、2人こっち来れる？そんなビクビクしなくても邪魔だよね。なんで後ろ向きにすんだって、落ちるよお前本当に。さあ、これでここはね、ガラスでこうやってやることによって湧き潰しもできるし、ね、村人を運んできた時のね、こうビヨーンもなくなるんで、飛び出したりもしにくくなります。なるほど、ストッパーってことっすね。そしたらこの5マスのど真ん中、ここですね、ここをガラス置きます。ふうさん、ベッド持ってますっけ？あります。ここのど真ん中のところにこっち向きからベッドをまず置いてください。こうすか。で、その左右にも。オッケー。じゃ、まず子供用のベッドが完成しました。次です。プッシャー、大変だ。なんだ。素材が足りない。え、なんすか。持ってくるの忘れたものがあるので、よく覚えててください、今から言う言葉を。はい。ピストン1。ピストン1。レッドストーントーチ1。ピストン1。ピストン1、レッドストーントーチ1、リピーター4、レッドストーントーチ、レッドストーンダスト2、コンパレーター1、ドロッパー1。全然ないじゃんお前。お前何してた。ではこっちはこっちで作っておきましょうか。はい。まずここにトラップドアを置きます。ポンちゃん、この上立てる？なんで待って待って、急に。おー、危ない。見
な感じで子供がここに来ようとした時にここから落ちるっていうシステムなんですよ。あーはいはい。夜になってあ僕のベッドだって来ようとしたら子供はここから落ちるっていう風なのを作ろうと思います。 OK ですか？なるほどなるほど。でまずこのトラップドアを伸ばした先にとね、あんまりね何言ってるか分かんないと思うんだけどね、コンポスターを置くんですね。はい。ほう。意味が分かんないよね、どうしてだろうって思うよね。まあ、後々分かってくると思うんでとりあえず真似してください。このコンポスターを1,2,3個置きます。そしたらちょっと難しいかもしれないんですけど、ここにブロックを置きたくて水を引きます。まずはい、水引いてこの下にもう一個ブロック引いてさらにその下にハーフブロックを引きます。全然わからん。そうでしょ。何してんのこれ。これね、頭の悪い人にはわからないことしてる。頭悪いって言われた。あ、頭いいからわかったわ。あ、じゃあなんだと思うこれ。これはこっからこうやって飛び降りるよ。頭悪い。ね、そんなコーナーでちょっと反対側もやりましょうか。ここにハーフブロックを置いてこのフルブロックを煮ますと。でこの後ろ側はちょっと一旦フルブロックを置いてトラップドアを置いていきます。はい、2段置いてこうすると。ちなみにここはとある人のお部屋になります。誰のお部屋だと思いますか？ポンタ。じゃあそういうことでどうぞ。はい。じゃあね。あ、これ逆なんだ扉。いいよ。はい。バラってガチ疑われた。助けて、俺ピッケル持ってない。いいな、楽しそうで。待って。あ、ガチで出れなくない俺。おいガチャガチャ騒いでんじゃねえよ、しっかりやれよ。うるさいな。いいだろ楽しんでて、何が悪い。ずっと俺カチカチレシピ見とるんやからちゃんとやって。真面目にやってるよ。そうだよ、ちゃんと作って。そっちこそ本当だよ。やっとるやって、お前全部捨てるぞマグマに。そしたらこの磨かれたハーフブロックで囲っていくんですけど、こうですね。で1,2,3,4、反対も3,4ってできたら、左右そっち側もこっち側もここ含めて、今立ってるとこ含めて10マス伸ばします。はい。けど私はもうハーフがないので任せます。わかりました。プチプチが戻ってこないと作れないんだよ。あ、うるさいな、今作っとるで。今早くしてよ。本当だよ。あ、できたポンちゃん。はい、できました。オッケー。そしたらですね、今度こっから向こうまで、はい、今立ってるとこ含めて11マス伸ばします。はい。4,5,6,7,8,9,10。 OK、 これで11マス。あ、あとね、今度あそこからね、立ってるとこ含めて11マス伸ばして。はい。暇だね。ね、暇だね。つまんないね。ね、やることない。まだかね。あ、帰ってきた。おお、帰ってきましたぜ。おー、ほら任せて、持ってきたぜ全部。まだね、いらない。なんで俺がいないとできないって言ってたのにさっきは。でも作業台と石切り台ちょっとここに置いてほしい。作業スペース欲しい。あ、オッケー。さあそしたら我々はこの中身を土で埋めるので一緒にやりましょうか。オッケー。さあそろそろ分かってきたんじゃない、今この巨大な四角の中は何が起こるのか。あ、分かった。俺も分かった。テニスコートや。ライブ会場だ。うーん、こうだな。さあイムさん、プーさん、私たちはですね、ここを全部土で埋めます。オッケーです。さあこのエリアは何になると思いますか。このエリアはテニスコートじゃないんだったら畑だ。あ、そう、畑です。ここここ畑になるんだ。大量の土のおかげでちゃんとね埋め切れそうです。誰だ、土取ってくれた優秀な人。はい、取ってきました。本当にありがとう。やったー。いけるね。はい。なんで取ってきたのに。俺何回落とされてんの今日。危ない危ないこいつ。さあここは畑になります。水取って、ここまでできたら今度何をするかと言いますと、ぐるっとぐるっとします。ぐるっと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 で何だか分かった人いる？はい、ぐるぐるしてます。ドカーン、嬉しくなっちゃうな。あ、はい、まあバカしかいないということが分かったということでね、2人でやろうか。この真ん中のこの 2列以外全部ガラスでこう囲ってってください。持ってる人、ガラス持ってる人、持ってる人、はい、助けて。早く出てこいよ、お前何してんだよ。助けて。で、2マスの高さでやってください。はい。じゃあ今度このコンポスターの上にかぼちゃのランタンをこっち向きで置いて。はい。反対にも。はい、これが畑の光源になります。いいね。おー。
おしゃれやな。さあ、そしたら結構大部分が完成しつつあるんですが、まだ穴がいっぱい開いてるとこがあるじゃないですか。あ、まあ、こことかね。うん、真ん中がすごい。これどうするかっていうとですね、なんとですね、村人さんのここは一人の村人の家で、こっちは一人の村人の家なんですね。なるほどね。で、ポンちゃんがいるそこは3人の村人の家なんですね。えぇ、せんまなので、まずお家を作っていきます。とっても簡易的な。じゃあまず3人のベッドから置いていきます。はい、ここと、ここと、ここ、はい、これが3人の家です。おー狭いなー狭で、で、このミッキーの耳のあります、あります。じゃあここまでできたら、あとは少しです。じゃあベッドの脇をまず埋めて、この形ができたら、あとはガラスを引くだけです。ててこんな感じで、このベッドの間もガラスを引くと、不思議な構造になったと思うんですけど。めっちゃ謎構造きたでしょ。何してるかわかんないでしょ。迷路みたい。したら大まかな部屋割りができました。見て、間取りができたよ。あ、それ間取りできてるほんとだ。 3LDK と子供部屋、庭って感じ。ここ LDK に含むんだ。ここ L さあ、こっからはもうあと少しです。何をするかっていうと、屋根をつけていきます。ハーフブロック持ってる人、はい。さあ、このハーフブロックをこの高さで埋めてってもらい、この高さで埋めてってほしくて、この周りのガラスの上には引かなくて大丈夫です。はい、わかりました。よし、そしたら、じゃあイムさん、はい、はい、これあげるから。あれ、イム、手持ちにそれ何持ってる？え、これ磨かれた砂岩持ってますよ。え、こんなとこに石切れ台があるから、ハーフブロック作れるよいや、今お前渡してきたんだよなほら、頑張って。さあ、天井ができてきました。よし、なくなりました。そしたらポンちゃん、その間にうちらはとある人の部屋を作ろうか。はい。とある人はですね、非常に恥ずかしがり屋さんです。恥ずかしがり屋。さあ、行きましょうか。まずここにですね、ピストンをつけます。こっち向きでつけてください、この高さに。そしたらこっから回路を組んでいくんで、ハーフブロックを引いていきます。で、こっち向こうにつなげていくと、このコの字型を作ります。まず OK ですか？はい。こっから回路を組みます。どんな回路かというと、クロック回路ですね。あ、クロック回路か。クロック回路って何？って人はクロック回路って調べてみてください。まずリピーターを向こう向きに2個置きます。で、これ遅延最大にします。イムさん、遅延ってなんだかわかりますか？遅延っていうのは遅くなるってことです。あ、お、正解正解。合ってる合ってる。お、やった。お、いつの間にそんな知識を。そして、プッシュさんがいるその場所にブロックを置くので、死んでください。邪魔だって。はいここにフルブロックを置きます。で、このフルブロックに行った信号をこのレッドストーンで出します。さらにここからし無理です出なくなってる。今度向こう向きにね、はい、リピーターを置いて遅延を最大にします。で、あと少しです。ここのリピーターから来たところ、ここをフルブロックにします。で、ここにまずレッドストーンダストを引いて、で、ここにトーチを置きます。そうすると、おお、ピストンがずっと動くクロック回路になります。すげえ。お、すごい。自動だ。これでクロック回路が完成して、私は出れなくなりました上のガラス誰か壊してくんない？はい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 。 OK。 さあ、こんな感じで下の回路ができたので、一旦コンポスターを置きます。で、これはとある人のお家になります。誰のお家なんだろう、気になる。次やることは、今度人参を回収する機械を作ります。なるほど。人参は村人の受け渡しシステムによって作ろうと思ってるんで、まず受け渡すところを作んなきゃいけないです。それはどこでしょう？ここ、ここに受け渡します。そうなんですよ、よくわかってんじゃん。ここなんですね。さあ、どうするかというと、まずドロッパーとホッパー、1個足りないです。わかりました、作ってきやす。見落としてました。よいしょ、あいたただいま戻ってきたまあ、とりあえずちょっと一旦ホッパーがあるとして、ドロッパーを真ん中の2段目、ここのこの向きにつけてください。こっち、顔がこっち向きになるように。さあ、そしたらこっから人参を取り出します。はい。このホッパーじゃない、ドロッパーのところからあっち向きに人参の道を作ります。これ下から作るべきでしたね。そうですね1、
1、2、3、4、5、はい、6マスにして、で、あっちに向かってつなげます。こっちは1、2、3、はい、これで人参ロードができました。お、すごい。はいはい、プチプチイーツです。はい、ホッパー受け取ってください。あ、もらってってください、誰か。はい、うわ、めっちゃ飛んだ。え、取った、ちゃんと取った。あ、取りました取りました取りました。びっくりした、お前。したら、ちょっとこのドロッパーから人参を取り出すための機構を作らなきゃいけないので、またちょっとベッドを壊します。はぁ、どんどん壊されていく。ん、もう一個行きます。3、4マス伸ばします。で、4マス伸ばしたらこっちに向けて1個伸ばします。ここハーフブロックでもガラスでもフルブロックでも別に大丈夫です。ここはで、この土の下にフルブロックを1個引きます。こうですね、ここにフルブロックを置きます。で、反対側はここですね、ここがフルブロックになります。この土の下が。で、これ何になるかっていうと、何になると思う、ポンちゃん。え、ここをお寿司が回る。回転寿司、正解。やった。何をするかというとですね、ここはレールを引きます。ここにこのパワードレールを引いて、ここに普通にレールを引きます。で、ここから肝なんですけど、このドロッパーの横にディテクレーターレールを置くんですね。で、ここにパワードレール、そうするとこのディテクレーターレールにトロッコが通った時にこのドロッパーから人参が出てくるっていうシステムが組めます。お、なるほど。トロッコ使ったなんて言うんだろう、ドロッパーに中入った時に飛び出すよう装置みたいなのを考えました。すごい。あとはプシさんが今持ってくるやつらを置けば完成です。ここは任せんしゃい。あ、じゃあその間にこっち側作りましょうか。はい、人参ロードを置きます。人参ロードはガラスをここに置いて、はみ出すのが防止されます。これでさ、ガラス持ってる人いますか。他あります。この横、こっち側もお願いします。はい、いろいろお届けに参りました。お、来た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 。あ、イム、ウーバーイーツもらってきて。了解です。あ、プチプチも上がってくるのか。はい、ウーバープチプチです。はい、本人が来た。ポンちゃん、そしたらこのガラスもう1マス伸ばしてほしいです。はい、ナイスです。で、これで、あ、間違えちゃった、ポンちゃん。え、この下にも1マス置いてほしい。さっき置いたところの下。あ、オッケーです。あ、ありがとう。ちょっと待って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 。さよならは悲しい言葉じゃない。一旦何をするかっていうと、水を流すんですけど、ここのドロッパーに看板を置いて、ダストのところに水が行かないようにします。水が行っちゃうと流れちゃうので、回路が全部。なるほどなるほど。か、俺全然見えないんだけど。下にいて投げるよ。おう、落ちてくるから。おお、めっちゃ飛んだ。あ、落ちてきた落ちてきた。どこに落ちたか見て。あ、なんか道のところ。そうでしょ、めちゃくちゃ飛んじゃうでしょ。めちゃくちゃ飛んじゃう。なので、この水をせき止めるのは看板じゃなくって、こいつでします。フェンスゲートです。お、なるほど。あ、すいません。はい、寝た方がいいです。下から見ると、あの飛んでるやつが回転してます。やばい、なんか捕まってる。なんか捕まえてる。捕獲。一旦寝た方がいいって。これ一旦オッケー、寝ましょう。寝ようか。さあ、じゃあプッシさん、はい、下で見ててください、もう一回。はい、わかりました。今みたいにそこにフェンスゲート置いたじゃん、イム。うん、それちょっと上からも見ててどうなるか。オッケー。プッシさん、スタンバイできたら教えて。スタンバイ、オッケー。行くよ、パン流します。で、するとフェンスゲートを置いたことで、おお、バッて当たって、お、ちょうどこん中入った。おお、すごい、完璧です。はい、これで人参が流れる道ができましたと。天才か。あと少し。コンパレーター誰が持ってる。はい、私でございます。オッケー、じゃあプーさん来てください。はい、最後の仕上げみたいなもんですね。まずそのコンパレーターを向こうのレールに向けて置いてください、このマスに。はい、こういうこと。そう、で、これでドロッパーに物が入った時にコンパレーター見てて。はい、
お、ピカッとなりました。メールはどうなりましたか？オンになりますっていうシステムができました。次、レバーは？はい、レバー。このレバーをここにつけて、こうすることでこっちがずっとオンになりっぱになります。うわ、なるほど。理解した？理解した。で、もしコンパレーターがないよっていう人がいた時のために、その改善方法も伝えますね。その場合はこっちもオンにしといてください。トロッコはこれで行き来するってことですか？そうです、そうです。プーさん、ちょっと一旦登ってみましょう。私たち、はい、この状態でトロッコをここに置くと、あ、すごいすごいすごい。行ったり来たりするたんびに、ディテクテーターレール、ディテクレーターレールに乗って、回路が毎回毎回ドロッパーに行くので。ちょ、プーさん、どうよ、パン減ってってない？あ、パン減ってってる。出てるでしょそれ。あ、めっちゃパン出てってるみたいな感じで出ていきますと。で、これコンパレーターがある人はこっち側のやつをオフにしてください。で、ここの中に物を入れると、ソウルサンドでいいや。どうでしょう、動き出すんですよ。おお。あー、じゃあし、邪魔だろねえ、止まっちゃったちょちょ、そっち行けなくてこれでこうやって出続けます。で、この中身があと1個でゼロになりますね。はい、ゼロになると止まります。おお、すげえ。これ別にホッパー付きトロッコじゃなくて、ただのトロッコで大丈夫です。うちらがたまたまホッパー付きトロッコしか持ってなかったので。あ、なるほどね。っていうシステムができました。じゃあちょっともうほとんどできたんで、ここ閉じちゃいますね。はい。で、ここはドロッパーの上はホッパーを置きます。あ、なるほど。これで座れたものが吐き出されるっていうのができます。はい、完璧。おお、すげえこれ。あとちょっと。よし、頑張るぞ。はい、このままだと、あ、屋根がないぞ。え、あ、ここもつけるんすか、屋根屋根も全部完成しました。おー、さあ、そしたらこのままだと行き来が自由なんですよ。まあそうっすね。ここ、これ、こっちこうやって行ったりとか、こうやって行ったりとか行っちゃうもんね。これを私たちだけは行けて、大人の村人は行けなくする方法があります。トラップドアだ。大正解です。トラップドアをつけていきましょうか。まずます。こうすることで村人はなんとトラップドアのこの高さは通れなくなるんです。なので子供は通れるのか。そう、子供は通れる。なるほど。っていうのを使って、トラップドアを置いていきます。次、ここ。最悪誰かが開けても一番被害が少ない、これだったで、これでそっち側の人たち3人衆はこっちに来れなくなります。こっち側もお互い行けなくなりますっていうのができます。なるほど、なるほど。なるほど。で、あとはこのコンポスターの上にもね、トラップドア引くんだけど、まだここの住人がいないので、それはここに住人を連れてきてからのお話です。ということで完成です。お、え、マジ？お、え、完成？あ、嘘です。あとちょっとでした。ゴーレムの脇層がないです。あ、そうだ。あ、ゴーレムの脇層を作りますね。一回外に出てきてください。ゴーレムの脇層はこの上に作ります。はい、まず上に登ります。はい、はい、どうぞ。あおーやー死んだし今回のゴーレムの脇層はなんと 6×2 です。 6×2? 狭。めっちゃ狭いやん。これ一回壊します。ここを脇層にします。はい、ここ壊した後、ここの2マスに、はい、ブロックを置きます。そしてここから6です。なるほど。はい、で反対側も埋めます、同じ長さまで。はい、脇層これです。もう完成狭。で、この柵をですね、ぐるっと囲わせます。で、ここはゴーレムの落下地点になるので、1、2マス開けて3マス目に囲いを作ると、これでゴーレムは落ちていくことができます。で、向こうから水を流すんですけど、このまんまだと水がベラベラーンってなっちゃうんで、ここに看板を設置します。あ、なるほどね。こことここに水を流すと、はい、今そのまま降りてって、落ちてって水に流されたんだ。ビューン、ジッパディッドゥーター。あー、落ちたそなって、そこに落ちますよという。お、で、ちょうどマグマの下に来ると。そうです。お、すごっ。え、ってことはじゃあもうこれでご飯会計天才か。あ、あ、あ、待って、あ、え何も解決せんかった。ということで脇層ができました。皆さんおめでとうございます。さあ、あと足りないのは何だと思いますか？畑と村人です。そうです。あとは畑を耕して村人を連れていきます。したら、まず耕してください。人参ください。人参ポンタ。はい、ポンタ、はい、この人参もらって植えて、でプッチが耕すから犬もやる。いや
見てます。いいって、やる気出せよもっと頑張ってー。ポンちゃんの仕事ウーバーゲームしてるよ。ちょっと待って全部やばい、埋める場所ないやばい、あいもうマジでほらこっちも来てるよ、高谷氏。さあ俺は結構ジグザグにやってるぞ、お前らいけるか。よし、みんなで仕事奪い合いしよう。よし、いけ。あれクワなくなっちゃったじゃあ畑も植え終わりましたので、人参が育つのを待つだけです。あとはそしてこの間に村人を連れてこようと思うんですが、夜だとちょっと嫌だから朝にしたいね。じゃあ寝ましょう。まだ夜じゃないねこれ、寝れないよほら。ねねねね、気狂っちゃってる人いる寝不足野郎だ、寝不足野郎これでも怖くない、雷降ってきて村人ウィッチになっちゃったりしたら確かに。あ、飛来心つける、どっかに。いや飛来心つけんのありだな。何マスくらい離れてたらいいかな。いやでもそんだけあればいいんじゃないですか。10マス10マス伸ばすか。ここに飛来心立てます、後でウィッチ対策で。何本？あ、1本で十分です。飛来心タワー作んなくていい。じゃあこの先っぽに飛来心を。どうつける、こう？もう何でもいい。はい。それってさ、これってさ来るの？雷ちゃんと。わかんないわかんない。よし、ようやく村人を連れてこれます。これで行きましょうか。よし行くぜ村人。よし。レッツゴー。え、ちょっとさ、その家の中入んないように、ちょっと家の中閉じとこうよここ。はい、できた。待って、出れなくなった。捕まった。あ、ボートないじゃんそもそも。あ、ボートないから今閉めちゃダメじゃん。痛い、え、なに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 、え、犬が攻撃してくんだけど。え、なんで俺の犬だ。え、待って、座らせて座らせていけいけちょっとやれやれやれ、ぐっつぶせ。はい、お座り。よし、やっと降りられる。いけ、おおよし、じゃあやろうか皆さん。はい、5匹いればいいので1人1匹で誰かが2匹。よし、じゃあ運びますか。進め、あっちに進め。あ、いいじゃんいいじゃん。そうだ、そっちだ。あー違うっておい、どうしてくれんねんこれ。よっしゃ、ポンちゃん、はいどうぞ。はい。おい、くそ邪魔。じゃあ送るよ。あ、おい、なんかなんでお前が来んの。お前来んな、村人ちゃうやろ。え、じゃあ送るよ。はい、どうぞ。あ、なんか大変怖い。あー、なんかめっちゃ痛い、めっちゃ痛い。なんかやばい、くっついてるけどラマが、ラマ来んなこいつ。よし、こっちね。お、いた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 。オッケー、そうそうそう、偉いね。はい、オッケー、ナイス。よし、そしたら皆さん、はいはい、ちょうど夜になるので、もう一人のルームメイトを連れてこようと思います。夜になったら連れてくるってこと？敵か。そうです、ミスターチンタマを連れてきてください。オッケー、ミスターチンタマ。朝になる前に収納するよ、その子。よし来た、よし来た。なんと、この子のお家がその穴の中なんですね。一回痛い、早く入って、入れてこいつを入れてくれ、死ぬ死ぬ。フッさんが動き回ると、違う違う違う、死ぬんだって誰か手伝って。オッケー、じゃあ俺この中入ってるから。よし来た。あ、ナイス。オッケー、あーはい、これでなんとここにびっくりゾンビが来ます。本当だ、びっくりゾンビだびっくりゾンビこれでびっくりゾンビに近づけないように、ここにトラップドアを置きます。そしたら下の村人連れてくるスタンバイお願いします。はーい、はーい。オッケー、一匹来た。オッケー、ベッドは決まった、君も。次、オッケー、はいどうぞ。はい、みんな就職したし、みんなベッドも固定されました。で、村人がちゃんとパニックになってます、このなんだっけ、チンタマのおかげで。チンタマオリーブだっけ。よーし、できました。ナイスナイス。あ、人参渡さないと、この子たちに。だいだい、人参いっぱい持ってんな。持ってます。じゃあ、イムさん、その子に人参あげて、ポンちゃんはその子に人参あげて、この2人だけでいいんだ、人参持ってるの。はい。あ、オッケー、これで人参渡し合ってるでしょ。あ、なんかハートになってる、ハート、ハート出てる。で、投げたらやつはこ
ここに入ってきますと。でハートが出てきて子供を作ったりする。今日作るかちょっと分かんない時間的に。お、なるほど。生まれた子供は多分ここに、あ、ベッド置いてないから生まれないんだ。ベッド持ってる人いない？誰か。あ、持ってます。1個持って、あーあ、子供の声が聞こえる。あ、ベイビーできた。ベイビーできてる。おお、オッケーオッケー、完璧じゃない？完璧です。さあこれ子供はこっちに来るんだっけ？夜、夜になると寝るためにこっちに来る。なるほどね。で見て、こっちもすごくないですか？ご飯もどんどん出てくる。すげえすげえすげえ。え、これ人参くんはあれだよね、畑をやってくれるってことだよね、村人が勝手に。あ、そう、育ったら勝手に回収してこうプレゼントって渡してくれるから。じゃあプレゼント中抜きしてるってことだよね、うちら。それね、 B で作りたい場合はこの中をちょっと改良して作ってください。え、待って、すいません、もう鉄34個です。どう？この効率はーいや。俺ら今何もしてなかったのに。これが人参も回収できて、子供も回収できて、ゴーレムも回収できる超ロマン装置です。天才だ。すげえ。ってことで、じゃあ完成。完成しました。やったー。イエーイ。ちょっとさ、じゃあこれサーバーこのまんまずっと空きっぱにしてさ、また次やるときにどれぐらい溜まってるかちょっと見てみようぜ。え、そうしましょう。次確認しましょう。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、また次回ひなこちゃんがいっぱい装置作ってくれるらしいぜ。いや、もうこれ結構最高傑作よ、私の中では。まあちょっとみんなひなこちゃんに期待しておきましょう。ということで、また次回、またよろしく、バイバイ。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 